今ちょっと人数はさっと見たんですけど、女性の参加率というのはいかがでしょうか。それからもう一つは、これをパソコンを使うことで、皆さんにとってこう生活がこういうふうに良くなったとか、こういうふうに広がったとか、その辺の今までのやっていらしていかがでしょうか。それを入れてそれをやるってことになると社会的なその責任といいますか、それが出てこないとうまくない。でそれがおっしゃれることで言えば、その生きがい作りとか、まあ、その社会参加も含めてそれとか、その各コミュニティでなんか指導するとか、まあ、そういうふうなことだというふうに、認識してよろしいわけですか。それと今の地域情報のデータベースか、地域情報のデータベースかね、これ社会でやってない部分も、はい、なるほど、はい、わかりました。ご質問は、どうもありがとうございます。日だまりさんの方はですね、今までもいろいろ一生懸命やっていただいているということでありますけれども、なかなか悩ましいのがですね、特に今回のご提案がですね、どちらかというと、パソコン教室といいますか、これを次第に、ご提案されているわけでございますけれども、非常にありがたい話で大事なことなんですけども、一方でですね、先ほど岩崎さんからもお話しあったんですけども、民間の方でもですね、このパソコン教育をやっているのが事実なんですね。その辺との関係でどういうふうに、差別化といいますか、市の方でお辞儀を出しているときにですね、どうかなというのがあります。ただ先ほどの説明の中にありましたんですけども、教室だけじゃなくて地域情報のデータベース化というのもやっていますけども、このような何かこう もう少し違う部分のですね、の展開があるんだというのが出てくると、なかなか私もやりやすいのかなとこう思っているんですけども、少し感想はいいかもしれません。やっぱり、高齢化しますとですね、大体家にいてですね、もう仕事も終わってますから、何もすることがないという時代になっているわけですけど、やはりそういう意味で、パソコンを通してですね、社会参加をするとか、被害を覚えるという意味で、2人にパソコン教室を午前中にやるわけですね。午前中にやるときは、それだけの時間を余っている人でなければ言ってくれない。それも、一般民間の民主的な教室がです、